どうもシルクロードです。今回はいろいろとコメントに答えていきたいなと思います。コメント返すようにしてるんですけどね。でもまあ Twitter とか YouTube のコメント上やらたまにダイレクトなんかまあいろいろとパーってね、質問が飛び交うんでそれについて答えたいと思います。なかなかちょっと早めに答えておこうかな。一つ目、毎日やってる腹筋のやつはどうやってやってるんですかと。腹筋の方法ですね。もう夏なんでね、まあこれはいずれ腹筋の動画をね多分作りますけど、一つ教えるとするならばこれ。寝て骨盤を床に押し付ける。ずっと下にグッて力強く押し付けながら息を吸ったり吐いたりを思いっきりやります。この時骨盤を吐いた時にグッて押さえつける感じですね。床に思いっきりグッて押さえつける感じ。これやると思いっきりやるとこの息が震えます。これで内臓脂肪が落ちますとともに腹筋が鍛えられます。次、シルクさんは高校の時部活で何をやってましたか。確かにね、そう思うでしょう。スポーツの動画いろいろ出してるんで、ですけど高校の時は、部活ですね。部活はバスケットボール部です。はい、バスケットボールです。ちなみに、オフェンスかディフェンスどっちが得意かと言われたらディフェンスの方が得意です。スラムダンクの両男でいう池上です。ディフェンスに定評のある池上だ。しかも偶然ですけど、番号僕5番です。もうここまで来たら池上です。次、友達に一発ギャグやれよと振られた時はどうすればいいですか。そんなもん簡単な、悩むんじゃねえよ。これくらいのロビンソン。これやっとけば OK。 あとね、一発ギャグっていうのはペッてやるより、人にね、じゃあお前水含めと口に水含ませた方が笑う確率ちょっと上がります。出さないようにで我慢するんで、ぜひおすすめです。次、シルクさんは頭はいいんですか。頭ですか、良くないです。ようよう考えてください。頭良かったらこんなことやってないですけど、まあ人並みですよ。多分人並みです。でも900点満点中とかだったら700点ぐらいは多分いくと思います。そこそこレベル。次、あなたは本当にウエイトをやったことがあるんですか。うるせえよ。まあでもね、この時ね、今の昔のやつの動画のコメントなんで、確かにこの時は細かったです。それはごめんなさい。ただ何度も言うようにボディービルダーを目指しているわけではありませんので、太さは関係ない。次、身長を伸ばす方法を教えてください。僕に教えてください。聞くところによると、22時から2時夜中の2時の間にとりあえず爆睡をすること、朝起きたら背伸びをすることらしいんですけど、これでなんか20歳以降もまだ身長が伸びていくらしいんですけど、そんなにね、僕身長に関してね、大きくならなければならないという危機感がないため僕はやりません。シルクさん、ゲーム実況はやらないんですか。ゲーム実況ね、やろうとは思ってるんですよ。てかやりたいんですけど、なんか今みんなゲーム実況に流れていくじゃないですか。まあでも個人的にずっと前からやりたいと思ってたんで、まあいくつかやろうかなとは思ってるんですけど、方法がまだ見当たらない。どうやってやればいいのかなと、あとどれをやればいいのかなと。お金がかかる。大学生って金ねえんだぜ。ラスト、動画編集の仕方を教えてください。とは言ったものの、僕も別に動画編集ボンクラなんで何も教えることないんですよね。まあ僕に聞くよりは僕のところの編集者のマサイ君に聞いた方がいいんですけど、まあ使ってるソフトによって全然違うと思います。やり方はね、勝手が違います。ですけど、僕が思うに、てか僕がいつも動画作るときに気をつけてること、できるだけ細切れにしてつなげていくってことですね。まあカット増やすことによって、まあちょっと見やすくなるし飽きが来ないかなと僕は思っているので、いつもそうしています。でちょいちょい加工すればね、エコーとかコーラスとか適当に入れとけば大丈夫。はい、今回はこんな感じですね。こんな感じで良かったのでしょうか。僕がいいと言ったらいいんだということで、どしどしコメント等々ね、質問等々お寄せください。ってことで皆さんありがとうございます。アデュー。